文化放送開局70周年記念企画、矢野、小南、獲物語和芸。こんばんは、矢野翔吾です。こんばんは、小南浩二です。この番組は僕らが出演している獲物語和芸のラジオドラマをお届けしながら、今後大きく広がっていくプロジェクトを発信広めていきます。さあ、今回は公開録音の模様をお届けしたいと思います。いや、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやね、今ねちょうど昼の部が終わって、はいはいはい、いつものテンション高い状態で収録してるんですけども、なかなかないよ。ないね。登録終わって次のやつ撮るって、うん、ラジオで撮るって楽しいです。でも僕はちょっとね、若干ハイになっちゃってる気がね。でまだね、あのお互い衣装のまま撮ってるって。そうなんですよ。伝達と芝浜の衣装のままなんですけども、今日はなんとですね、はい、山田新龍拳役の末野拓磨さんをゲストにお招きしましたよ。いや、イケメンだね。顔ちっちゃかった。顔がちっちゃかったね。もうめちゃくちゃちっちゃかった。まだね、 YouTube でも見れると思いますが、はいはい、今日の放送もちゃんと聞いていただいて、はい、そしてなんと講談師のね、神田松丸さんにも来ていただきましたよ、うん、もうなんか準レギュラーですね、このラジオの。そうよ、これ松丸さんね、好きになってきてるじゃん。可愛いでしょ。分かった。もうラブの方可愛いよ、ね、ラブの方。もう隣だったしね、収録の時もね。もうね、台本持ってないから、うん、松丸さんに関しては、はいはい、もうどうしようみたいな感じがすごいあって、あったふた感がね、ありましたけど、そう、一緒に一緒の台本をこう共有して見てました。あら、もう絆も深まったということで。頑張りましたよ。皆さんぜひ楽しんでください。はい、それでは最後までお楽しみください。矢野、小南、獲物語和芸。この番組はカナプロマーケットの提供でお送りします。矢野、小南、獲物語和芸。文化放送開局70周年記念企画、矢野、小南、獲物語和芸。はい、こんにちは。獲物語和芸で芝浜を演じている矢野翔吾です。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。皆さんこんにちは、私海藻伝達をやらせていただいております、小南浩二です。本日はよろしくお願いいたします。さあ、テーマ曲完成記念、はい、矢野、小南、獲物語和芸公開録音イベントにようこそお越しくださいました。ありがとうございます。いや、ありがとう。もうね、本当に良かったね、無事ね、開催できてね、はい、嬉しい限りでございますけども。嬉しいね。あの今回ね、あの会場の皆さんはディスタンスを取った上で30名限定となっております。そうなんですよ。まあ学校でいうとね、一クラス分なんですけれども。いやいや、やめて。一クラスとか勝手に決めないでもらっていいですか。そこ食いつく。30人じゃないクラスもあるでしょ、きっと。何人だった。32人。一緒じゃねえかよ。30一緒じゃねえかよ。はい、こんな感じで今日やっていきたいと思いますね。こんな感じ。文化放送メディアプラスホールはですね、結構こういう広いところなのでご安心くださいね、うん、ということですね。あと今回オンラインで配信を見ている皆様もいらっしゃるということなのでね、こんにちは、見えてますか。見えてるね。あ、見えてるみたいですけど、じゃあ今日変なこと言えないってことですよね。いいよ、いつも通り行っていこう。いや、結構まずいと思いますよ。大丈夫かな。大丈夫、緊張してる。少しはしてますよ。あ、本当に。はい、さあ、こんな感じでね、はい、これからゲストの方も登場されます。その際にはですね、拍手でお迎えいただけたらと思いますので、 お付き合いのほどよろしくお願いいたします。では、行きますか。どこに。どこに。番組の方に。わかりました。いきますよ、はい、さあ、それでは短い時間ではございますが、最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。お願いいたします。矢野、小南、獲物語和芸。はい、ということでですね、はい、まあ、着席させていただきましたけれども、うん、今回ソーシャルディスタンスを保ちながら、こうやってアクリル板越しでね、お話できたらと思うので、はい、僕たちも気をつけてやっていきましょう。はい、お願いします。で、今ね、これ YouTube でね、コメントとかも拾える状況になっているんですよ、うん、いっぱい来てるじゃん。
なのでこちらのコメントとかも拾いながらやれたらなと思っているんですけれども、はい、お嬉しいですよね、まあ、なんてったって、うん、文化放送開局70周年記念ということの企画でございますから、天下の文化放送様でございますよ。70よ、僕ら生まれてないんですから。いやそうだよね、大抵の人生まれてないと思うけど、生まれてない、その歴史で記念、うん、70周年記念にいる、ここにいるっていうのちょっと本当にどうしようって思うんですよ、うん、いつも本当にね、僕らこの数ヶ月間短い間なんですけれども、はい、距離がね急激に縮まったと思うんですよ。嬉しい、うん、で三木真一郎さんがありましたね、ゲストでね来られた、聞かれましたか皆さん。いやすごいことですよ、三木さんなんて、まあ、やっぱり僕も声優としてやらせていただいている以上大先輩でもうレジェンドなので、もう手が震えちゃってねいや初対面なのに自分たちの冠番組でお話をするっていう、もうね、浮き足立ってるとはこのことを言うんだってぐらいですよね僕らね、もうはっはって感じの、ずっとお互いミキさんの顔見れないんですよね緊張しすぎてずっと台本見てん、いらっしゃるんです、僕らの間にいらっしゃるのに全然見れなくて、でこうなんですよってちょっと長い話する時もお互いの目を見て喋ってて、そうもう本当にあんなに緊張したのなかなかないです、ないよね。でミキさんがお酒がね好きということで、うん、自分たちのその机の上にお酒がいっぱい並んでて、はい、でなんかのコーナーでミキさんに答えていただいたらこのお酒をね家で飲んでくださいって提供するんですけれども、 そうですね、その提供するっていうミキさんがモチベ上がるくだりを全部すっ飛ばし、ただただ自分たちの聞きたいことを聞きまくり、ずっとお酒が翔吾くんの前の前にあんの渡されずにね、でオブジェだったもんね、ただのね、そうですよ、もうミキさんにお預けしてしまいましたけどもね。いやでもミキさんが本当にね優しくお答えいただいて、そうなんですよ、これからも頑張ってねというのとともに、はい、僕らのお芝居のこともねいろいろ、いや良かったと思うよって言ってくださったり、コメント来てますけどもね、うん、ミキさんの会は非常にためになるお話が満載でしたね、本当ですよ、そうなんですよ、僕もなかなかねお声の仕事はそんなやったことがなかったので、あもうたくさん聞かせていただいたんでね。コナン君でも声のお仕事初めて、あんまりもうこの話はいいですよ、え次行きましょうなんでちょ恥ずかしいねその話するの。じゃあそれは夜の部でやろうか。あいいね、あそれはいいんだ、いいですよそれはいいんだ、うん、はい、ではですねここで、はい、僕らの番組にも出演してくださいました、おあの方を、例のあの方をとうとうお招きいたしましょう。もう出たくてしょうがないってさっき言ってましたもん、もうあまりにもなかったらもうこっちから勝手に登場してあげますよ。そうなんですよ、だからちょっと今押す感じでやってるんですけど、なかなか入ってきてくださんないんだ、なかなか、ね、いい方なので優しい方なので、ね、ちゃんとね、そう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 、はい、だからじゃあ僕らがお招きしましょう、はい、絵物語話芸に語りで出演してくださっている神田松丸さんです、どうぞ。イエーイ、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。どうぞおかけください。失礼しますね、お願いします。はい、はい、どうもご無沙汰しておりました。いやご無沙汰しております。お元気でしたか。元気です、元気ですか。ぼちぼち急に猪木さんみたいになってたから元気ですか。じゃあちょっとご紹介を、はい、松丸さん、神田松丸さんなんですけれども、はいはい、和芸のお客さんを目の前にして、で今配信もされておりますけれども、はい、こういう状況っていうのはなかなかなかったり。そうですよ、初めてですね。どうですか率直な感想としては。いやーこれだけの方がね聞いてくださってると思うと、いやまあもうちょっと頑張んなきゃいけないなって。いや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 、じゃあこれから頑張っていただいて。頑張っていただいて。さっきなかなか終わらなかったら先に出囃子かけてもらって、そうですよ、ね、早く入るっておっしゃってたじゃないですか、はい、その通りにやってたのに、うん、なんで入ってきてくださったんですか。その通りにやってたんですね。そうです、そうです。あーそうか、リハーサルがあったんですね。そうですねそっか、すみません、ちょっと夜の部ね、夜の部で夜の部でもなんかさ、うん、僕らはね、はい、普段聞き慣れてますし、お会いも何回もしてますけども、はい、多分ここにいらっしゃる方だったりとか、はい、配信を見てる方は、うん、あ、語りの声の方だ、本物の人だって思ってると思いますよ。私です、この方が講談師、はい、神田松丸様だと。そうです、はい、皆様、講談って聞いたことあるよって方どれぐらいいらっしゃいます。ですよね、ですよね、なかなかね、僕たちもこの、うん、コンテンツに携わらせていただく前はほぼほぼ聞いたことがなかったですよね。なかったですね。だ今でいう神田伯山さんとかって、うん、多分知ってらっしゃる方いらっしゃると思うんですけど、が有名になって、きっとお顔見たら分かると思いますけどね、うんうん、はい、いかがでした。いやそうですね、もう松丸さんの頭の形綺麗だなってずっと思っててそれ、ね、だよな、もうめっちゃ綺麗なんですよチャーミングでしょ、チャーミング、可愛らしい、ありがとうございます。耳もまた綺麗
赤くなっちゃって、もうこっちが白いよね、本当に綺麗で後ろから見られてるから、そう、こんなね、あのいじり方をしても心よく笑ってくださるので、甘えさせていただいておりますけれども、ありがとうございます。もうぜひね、あの松丸さんが本当にあの、まあ、寄席でやられている講談をね、皆様にも、はい、うん、見ていただきたいので、何かあの告知的なものがあったらぜひ。私、日本講談協会という講談の寄席があるんですけど、まあ、そういうところに出ておりますし、また落語の寄席も出てるんで、まあ、どこでもいいので、まずは寄席に、まあ、こういう時節ですけど箸を運んでいただければなと思うんで、まあ私以外にもたくさん先生方出てますので、ぜひ見ていただけたらなと思うんで、どうぞよろしくお願いをいたします。お願いします。ありがとうございます。なんかここで講談師あるあるなんていうものを一つだけ、あ、まあ一つと言わず、歌うんですか。歌う、え、講談師あるある歌うんですか。すごい、あるある言いたいみたいな感じですか。鋭角にぶっ込むねあるある言いたい、あるある言いたい、あるあるは。でも結構、はい、地名とか講談師結構史実に基づいてるとこと基づいてないとこがあるんで、史実は結構歴史オタクにならないと、ちょっと講談師あるあるとしてはいろんなとこを巡ったりとか自分で勉強したりっていうのは、講談師、あ、落語家の人よりも講談師はそういうの勉強したりとか、そういう、そうなんですね。そうです、年号とか何月何日までセリフの中に出てくるので、そういうのはちょっと勉強したりとかはしますね。はい、確かに講談ね、あのね、僕もちょっとだけなんかやらせていただきましたけど、はい、作中で、はいはい、もう地名がすごい列挙されますからね。で、教えていただいた時も、はいはい、あの地名をちゃんとはっきりと伝わるように言わないとダメだよと、今どこを走ってるのか、そうだね、声でしか状況がね伝えられないからね。いや、まだ一個ね、はい、ありますよね、講談といった。いや、もう学ばせていただいて、ありがとうございます。よろしくお願いします。素敵でしたけど、さあ、ここでですね、会場の皆さんに書いてもらったアンケートがあるということなので、ご紹介させていただきます。いいですよ。もうなんかね、オンタイムになってますから。時間ちょうどいいですよ。ね、10分押してます。はい、10分押しちゃってます。僕全部言ってくスタイルなんで。はい、あ、そっか。今回僕らも初めて見るんですけれども、アンケート、はい、矢野さん、小南さんに聞きたいことという項目がございまして、コロナでなかなか外出できませんが、うん、お休みの日はどう過ごしていますかと。はいはいはい。どう過ごしていますか、コナン君。じゃあまず。僕はまあいつも通りですよ。じゃあ次行きましょう。いや、言います言います言います。いや、本当にいつも通りで、あ、でも最近あの冷蔵庫新しく僕新調したんですよ。はいはいはい、はい。まあ、自分で買ったわけではないんですけども、うん、まあ、あることがありまして、うん、ちょっといただいたんですけど、はい、もう何ですか、スーパー行っては大袋3袋ぐらい買って、うん、もう冷蔵庫に突っ込んで、うん、今日の朝も朝食自炊してきましたぐらい料理をするんですよね。料理をして、そうだわ、ゲームをして、最近なんかちょっとお酒控えてるんですけど、うん、なんか飲まなくなったっていうあれなんですけど、うん、お酒控えてるんですけど、ご飯ともうなんですかね、映画アニメって感じですね。いいですね、満喫してますね。いや、もうまあデフォルトなんですよね、家にいるのが。まあね、今はね、そう、お酒ね、コナン君、まあ、コナン君料理男子というのは聞いていたけれども、はい、お酒もねたしなむということで。そうね。どうですか、この外出できない中、松村さんは。でも今寄席が再開したので。お、そうですね、寄席にでも毎日行って、一応前座なので前座修行という着物を畳んだり着付けしたり、お茶出したり講座返ししたり師匠の相手したり、うん、怒られたりみたいな。まあ怒られたりが多いんですけど。あ、そうなんですね。はい、もう一個ぐらいゲストの方へ行きましょうか。はい、こうやってね、まだまだ喋り足りないとこととかあるんですけれどもね、はい、次に行きましょう。矢野、小南、絵物語、和芸。さあ、ここでですね、皆様お待ちかね、今回のスペシャルゲストをお招きいたします。いや、もう待ってましたよ、僕は。ちなみに僕ら初対面の方ですよ。そうなんです、僕らも初対面で。そうなんです、さっきね、あのご挨拶だけさせていただいたんですけれども、はいはい、お招きいたしましょう。絵物語和芸で山田新龍拳を演じていらっしゃいます末野拓磨さんです。拍手でお迎えください。どうも。じゃあこちらの方にようこそお越しいただきまして、はい、どうもこんにちは。よろしくお願いします。末野拓磨です。お願いします。お願いいたします。お願いします。末野拓磨さんでございますよ。はい、聞きました。どうぞおかけください。はい、いや、初めまして。初めまして、本当に初めましてですね。うわ、お顔ちっちゃ、並ばないでもらいたいですね。ちょっとそうなの、顔ちっさ。そう、ご挨拶させていただいた時に顔ちっちゃって思いましたよね。そう思ったんですね。
僕がちょっと後ろになってはそういうことだ。あ、小顔に見せる。これでちょうどいいかもしれない。遠近法で。それをこの席順で決めたんですね。そうですそうです。それ調整してくれたんだ。いや、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。末野さんはこういった、はい、この配信だったり、はい、お客様の前でなんかトークをするなんていうご機会っていうのはたまに、はい、あります。僕はあの調べさせていただいたんですけれども、はい、ジャック、もともとそうですね、ジャックと言われてたあのアクションの事務所、スタントマンの事務所だったんですけども、はい、そこで7年間、はい、そうでしょうね、所属して、はい、アクションやってました。うわ、だから本当に山田新流拳に、はい、さっきねお話ありましたけれども、はい、鎖鎌を使ったりと、はい、いうことも実際にもしかしたらやったことはないです。今ある感じで、ね、ある感じで知ってる感じいますよ ね調べたんですけどみたいに言ったからびっくりしました。そんな過去ない。それではですね、はい、たくさん、ご質問をしていきたいので、はい、もう丸裸にしますよ。ゲストの方が来たら僕らもまずいろんなことを聞いて、プライベートなことからお仕事もまでね、うん、たくさん聞きたいと思いますけども、はい、ちょっとすみません失礼なんですけど、はい、年齢の方を今年37になるんですけども今36です。36、はい、山田新流拳を演じられている、はい、ところでこの美形の鎖鎌使いというところは、はい、第一印象としてはどうでしたか。役のいやもう美しいですよね。もうあのキャラクターの絵からして、しかもちょっとこういう感じの表情で映ってるじゃないですか、はいはいはい、もう高貴なというかちょっと威圧的な感じというか、うんうんうん、もうそれがビシビシ伝わるキャラ絵でしたよね、うん、そうですよね。そう美しかったな。確かにな、まあ、普段は本当にクールでなんか孤高の獅子みたいな、そう、そういうキャラクター。これはどういうふうに役作りをされていったんですかね。そうですね、役作りで、なんていうかこう威圧感だけではなくて、はいはい、やっぱりこう美しさが見える威圧感というか、うんうんうん、だから強さをオラって出すんじゃなくて、はい、こうスッと引いてるんだけど、あこの人強いなっていう風に見えるように、まあ、聞こえるように声を作っていくっていうんじゃないですか、表現をしていく、はあ、余裕感があるような芝居ができたらいいなと思って、うん、はい、なるほど、読み込んでいきました。これそもそもなんですけれども、はい、新流拳を演じるにあたって、うん、この声優というかマイク前でのお芝居っていうのは経験は僕今回その声だけの表現のお仕事というのは初めてで、あら、そうなんですか。もうまあ、映像の仕事だったり舞台の仕事をしかたかったの で、はい、でずっとまあ、アニメに声を当てる声優業という言われているものとか、あとラジオドラマの世界とかも結構憧れがあって、はい、ついにこの声の仕事来たっていうのでもう本当に嬉しくて、うん、しかもちょっとこうアニメキャラに当ててるような感覚もあるじゃないですか、はいはいはい、そうだからすごい面白い作品に関わることできたなっていうのでめちゃくちゃ嬉しかったです、ね、もう目がキラキラで少年のようなんですよ。いやマジで本当に興奮しました、ね、やっとマジですかこの仕事本当ですかって。実際にやられてみてその現場でのディレクションとか難しかったなって思うところとかってありますか。もう行った瞬間にめっちゃいろいろリクエストされるんじゃないかなと思って、うん、もうドキドキしながら本当初めてだし、はいはいはい、で実際喋ってとりあえずここ1ページ読んでみようかみたいな、うんうん、で読んで終わった後にはいちょっと待ってくださいって言って鏡の向こうの大人たちがざわ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 するんですよ。今何話し合ってんのすごい人数いらっしゃいますね。そう怖いですよね。そしたら須田さん、今の感じでいいです、どんどん撮っていきましょうって言って、もういきなりお、はなんかそのままでいいんだと思って、ちょっとすごい一気に気が楽になって、まあ、そういう感じでこう楽にしてあげようっていうディレクションだったのかもしれないですけど、うん、でその後、まあ何箇所かちょっとこう、うん、もっとこう固く、うん、柔らかい感じじゃなくてもっとビシッと固くいこうみたいな、クールにいこうみたいなのは時々ありましたけど、はい、もう概ねなんか自分のイメージしたキャラクターの絵と自分が作ってきた世界とで、うんうん、OK になったんで初仕事にしてなんかすごい一気に胸のこう使いが降りたというか、すごい楽しんでできるなって思いました。すごいですね、なかなか最初ってこうキャラクター合わせといって、はい、もうちょっとこういうキャラクターで作ってくださいとかっていうのがあるんですけど、それがあまりなかったっていうのはなかなかすごい、ありがたかったです。助かったなと思います正直。すごいな。でも本当実際やってみて、うん、まあ、声のお仕事 もうほとんど初めてだったんですけど、うん、なんですかね、
あの独特のね録音室での空気感といいますか、しかも一人きりっていうのがね、そうなんですよ、うん、なんか今ね、うん、まあ、こういうご時世だからちょっと別々撮ってることが多かったりとかするんですよね、はい、アニメ業界でもね、うん、そうですね、はい、今抜き撮り別撮りって言って、まあ人数が限られているので入れる人数がブースに、はい、で僕ら一人でしたからね、そうですね、まあ、ドラマ CD とかで大抵一人で撮ったりっていうことが多いんで、そうなんですね、そうなんですね、掛け合いっていうのができないんですね、そうなんですよ、新鮮でしたよね、一人で撮るって、しました、しかも他の方のセリフもわからないですよね、聞こえない状態で、そうなんですよ、永遠に自分のセリフを相手のセリフ言ってるような感覚の魔弱を取って自分のセリフ言ってっていうのを繰り返して撮っていって、そう、不思議な、大変ですよねあれね、びっくりしました、びっくりした、それで言うと、まあ、松丸さんなんてさらに特殊な状況、ね、そうですよ ね、 私はね、実際あの録音してるときはこれが叩けないわけですよ、あのだからさっき持ってきた尺台を叩きながら、はい、全部叩きながらやってたんですね、叩きながらやりましたね、座って撮ったんですか、いや立ってやりました、全部気持ち悪くないですか、そしたら気持ち悪い、そうですよね、いつも正座してるのに立ってやったんで、ね、恥ずかしいですよね、なんかなんかおかしな感覚ですよねでは逆にですね、あの僕らの演じている伝達とか芝浜の印象とかっていうのを聞いてもいいですか、あ、これがですね、あの、はい、まあ、キャラクターの絵を見て、そして台本を読んで、はい、イメージしていた通りだったんですよ、ほら嬉しい、もうだから本当にアニメのキャラクターの絵が喋ってるっていう感覚、嬉しいな、でもそんな忖度いらないんで、ちゃんと全く違和感なくて、本当ですか、本当にだから聞いてて嬉しかったですね、うわありがとうございます、なんかそれがゆえの2話のプレッシャーありましたけどねいやいやいや、2話から自分出るんだと思った時に、そうですよね、後から入ってくる役って結構プレッシャーかかりますよね、そうなんですか、はい、そうそうそう、最初に世界観ができちゃってるから、その中に登場していくっていう、しかも聞けないですもんね、うん、他の人のお芝居っていうのは、そうなんです、収録状況で言うと、はい、いやね、え、あ、僕もいいですか、はい、もちろんです、はい、もちろんです、まあね、僕らの印象聞か、聞きましたけども、はい、清野さんが感じたラジオドラマならではの面白さ、はいはい、うん、そして難しさ、そして達成感はございましたかっていう、そうですね、達成感はまだないです、お、やっぱ作品終わって、お客さん聞いてくれた皆様の感想とかをいただいてから、やっぱ達成感は出るのかなと思ってて、はいはい、ラジオドラマならではの難しさは本当現場で感じましたね、はあ、そうか、そういう部分に、そう、あの距離感とか、そうですよね、その広がってる空間を声だけで表すっていうのが一番最初に引っかかったポイントで、あの浅草はいいですねっていう一言があるんですけど、はいはい、その活気がある浅草を見ているっていうのが伝わらなきゃいけない、はい、芝浜とのやり取りのところですよね、そうそうです、そのシーンの浅草はいいですねだけで多分20回以上テイクしたんじゃないですか、難しい、一言ってむちゃくちゃ難しいとは聞くんですけど、はい、そうでも20回もう多分それぐらい撮りましたね、え、実際にではオンエアになったものとかを聞かれてて、はい、ご自身のお芝居っていうのはどういうふうに受け取られました、さすがに粘って撮っていただいただけ、いただいただけあってなんとか見えるんじゃないかなって、おところまでたどり着けたかなと思ってますけども、聞いたお客様の感想ですので、わかんないです。新入研さん、いやそう促したありがとうございます、難しいですよ、本当に ね、 ね、こっちがこう思ってても体では表せないから、聞いてる側の受け取り側の、世界でしかないじゃないですか、ラジオドラマってそれを想像させられるかどうかの勝負、めちゃくちゃそう、どこまでできるかっていうのを本当に頑張って挑みましたけども、それを日頃からね声優さんたちがやられてるってすごいですよね、すごいですよ、職人芸ですよ、いや本当に職人芸ですよ、ね、本当にさあということでですね、はい、まだまだお話ししたいところなんですけれども、はい、お時間ということで、うん、はい、清野さんにはここで、はい、お別れをいただくという形なんですけれども、はい、今日僕らも初めてだったんですけれども、はい、お話しさせていただきましてすごい楽しかったです、いかがでしたか、いやめちゃくちゃ楽しかったんですけど、なんか楽しいだけの時間だったかなって嬉しいです、いやだからまた改めてゆっくりいろんなお話ししたいなって思いました、そうですね、2人ともすごく、なんか仲良しな感じがあって、でそれでも僕が間に入っていっても
あの優しく受け入れてくれる感じ。いや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 、松丸さんも優しく見守ってくれてる。まただから4人でね、また他の人も加えてもなんか話してみたいなって本当に、ね、会えなかったですもんね、はい、誰とも会えてないですもんね、はい、そうだからまたみんなでいろんな話してみたいなと思いました、はい、ぜひお願いします、はい、では最後にですね、あの会場の皆さん、そして配信をご覧の皆さんに一言お願いできればと思います。はい、はい、私演じる山田新龍拳の活躍とともにですね、今後の話芸の展開、そして話芸のプロジェクトの展開も、楽しみにしていただければなと思っております。今後とも応援の方よろしくお願いします。本日はありがとうございました。今回のイベントのスペシャルゲスト、末野拓磨さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。矢野小南獲物語和芸。矢野小南獲物語和芸いかがでしたか。来週は、うん、明けガラス役のバルシェさんを迎えてお送りした公開録音の様子をですねお届けしたいなと思いますけど、はい、どういうねイベントになっているのか僕らもまだこれからなので、ね、この後なんです。この今収録した後にやるので、そうですよ、ああいうのとね、うんうん、楽しみでありつつちょっと緊張しつつ、はい、番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。僕らへの質問、獲物語和芸について聞きたいこと、さらに落語や講談を生で見た時の思い出などぜひ聞かせてください。メールアドレスは和芸@joqr.net wagei@joqr.net までお願いします。和芸プロジェクトの公式ツイッターアカウントがあるのでぜひフォローして最新情報をチェックしてください、はい、この時間のお相手は矢野翔吾と小南浩二でした。お後がよろしいようで。足つき乗ればそこがオーライ。岸も海星も華やかに。矢野小南獲物語和芸。この番組はカナプロマーケットの提供でお送りしました。お後がよろしいようで。猫もシャチもそのうち一本上司にデタラメ嘘ばっか。ふらりふらい風染み込んだ朝、これは猿の元気だって。そりゃ信じたいものだけを信じるような腐った習性も、目をつぶってみれば可愛いもんでしょう。いついつの時代もお客様は神様、ますますのあなたのご愛好に感謝しています。身振り手振りカンカン試行錯誤、そのうち時が流れ人が流れ流行りしたりいたします。皮肉にもその上に芽吹く花がございます。それを人へ一世一世繋いだものが時代です。つきましては私身支度はそつもなく、壁に書いたカリカチュアを眺めてほどなくおしまい。過ぎ去ってくものがどうだったとして、今いるこの場所こう支えて、いいものはいいそれでいい。針の罠に糸を垂らすように、繋いできた誰かの夢を死に損ないと呼べるのか。縁のまたがって散々持ってはやして、足つき乗ればそこがオーライ。岸も海星も華やかに、縁がビラモノでこその原作、果物の音はよた話も一つ、大音がよろしいようで。See you.